会話しましまょうで前はもうあの挨拶を覚えたんで「はーいハロー!」っていうのをあの覚えてますか忘れたらあの下にリンク載せるんでぜひぜひ動画を見てきてください。であのドイツ人とどのように会話をするかっていうとまず挨拶から「はーいって言って相手から多分こうやってこう「ハーいって書いてくるんで,でその後 皆さんはパニックパニックはしてると思いますなのでまずまずまずは落ち着いてくださいドイツ語はそんな怖くないんですよドイツ人もみんなそんなに怖くないんですよなのでどんな風にまずドイツ人と会話するかというとこれをあのぜひぜひ見てみてくださいビゲッツビゲッツ元気 あれは英語のあの、how are you に、あの、すごく近いんです。how are you, we? We? g e t s で、これ後で説明しますが、まず We はどう。前に勉強したどうで、gets っていうのは、あの、後であの説明しますので、今はこのフレーズだけ覚えてほしいです。We g e t s もう一回皆さんやってみてください。We g e t s 一回こう、一回こう、丁寧に分けると、V, <ー>ゲッツ s なので、V, <ー>ゲッツってこう、ちょっと声を上げることが、そこは、あの、ポイントなんですよ。で、次に、元気って聞かれたら、答えは、グッ o これ英語のグッド。英語のグッドって、こう、日本人みんなね、 挨拶を教えてって言われて、こう、毎回毎回毎回言ってるんだけど、グッドって言った瞬間に、うぅーってみんなすげえ喜んで、英語と同じじゃんっ,つって毎回毎回言われるけど、これね、超英語じゃないんですよ。これめちゃくちゃ違うんですよ。これね、グッドなんですよ。グッドじゃないんですよ。認めます。ちょっと似てる。似てるのも認めますが、スペルは全然違います。もっと難しいんですよ。ゲウチ Good. ということで、英語じゃないんで、ぜひぜひ覚えてください。We get's good!We get's good!Hi!We get's good!Hello, Maxie!We get's good! そして あんなテンションで言われたんだったら自分もせっかくで会話に入っていきたいと思います。u n d ディあなたはあなたはどうそしたら u n d ディで、返事としてあんなうるさいやつにあんなテンションで挨拶されたら返事はもうもう疲れた。あんなやつめんどくせえっつ って思ったらなや、オッケー。うん、普通です。と答えていきたいと思いますので、ということで、この会話を勉強したいと思います。勉強しましょうイエーイハローハロー、パオルビゲッツパオルに。 そしたら質問して。なや OK、ということで、もう一回、一回紙、ね、なしでやっていきたいと思います。 OK。ということで、今日は最後までありがとうございます。ぜひぜひぜひ、ドイツ人とドイツ語で会話をしてみてください。ということで、わざわざ最後までありがとうございます。またねチューン